久保さんコンサルうまくいいいったらしいじゃないですか、まあ実はね僕もあのコンサルねあのあのマンツーでやるのもあるんですけど要はコンサルしてない区間ですね。何やってるかっていうとまあこの前あの熟成さん2人がね300万達成したんですけども、まあ、プロモーションやってるわけですよリアルタイムでね。でリアルタイムでやっててでまあコンサルの日程はこの日。 毎日リアルタイムでコンサルはちょっとすみません、できないので、まあ、あの、一週間に1、最低一週間に一回っていう決まりでやってますんで、まあ、マンツーはそれなんですけど、ただリアルタイムでは進行してるんですよね。なんで、そのリアルタイムで進行してるやつに関してはメールでくださいっつって、で、今こういう状況でこういうふうにやって、こうで、こういうコンバージョンというかね、こういうデータですみたいな。 で、そこに対して僕は何やってるかっていうと動画で回答するね。で、今度こういうふうな一手打てばいいよ。この一手打った後二手目はこうだよ。二手目打った後三手目こうだよみたいな動画をお送りするんですけど。まあそんな感じでやってますね。なんで基本的にそのマンツーコンサル、もちろん直接こう聞けない、聞け、直接っていうところにも価値があるんだけども、ぶっちゃけそのトゥードゥでやっているようなことなんかは全部それで賄えるんですよね。 で、コンサルの一番大事なところっていうのは前もちょっと言ったと思うんですけど、やっぱね、モチベアップなんですよ。モチベアップ。もちろんその、僕しかアドバイスできないことはあるんだけども、それをやっぱ実行していかないといけないですよね。で、これがやっぱ一人でね、今1億円稼いでます、一人で10億円稼いでますっていう人は僕のコンサルに入らないので、やっぱ不安なんですよ。特に、あの、この前、直近で300万いったコンサル生は、人生初の あの塾を売ったんですよで30万が13名ぐらいですかだから330万ぐらいか33040だったかな、まあ、13名ぐらい売ったんですけどで不安なんですよねだからその不安に対して僕はもう結構そのあの 僕の経験からいろいろとアドバイスしていくっていう後押ししていくとまあそういう状況だったらこうだよそうこういう状況だったらこうだよとでもそれはそう仕方ないとかねそうなるのは仕方ないとうんまあそれは出してみないとわかんないとかねまあその何ですかねその不安のところをこう消していくという作業をしたりとかしてます、ね、だからその満通で繋がるメリットとしてはやっぱ一人でできない人でしょうね 一人でできない人というか、一人でできる人もいるんだけど、やっぱり初め,の初めてのことはやっぱ不安だったりするわけですよ。例えば、久保さんで言うならば、久保さんもね、最初 FX 始めるときに、与沢さんのスクール入ったとは思うんですけど、久保さんも一人でで,できるタイプですよ。一人でできるでますよね。どちらかというと、お客さんのレベルに比べると多分一人でできるタイプですよね。 だけど、新しいことを始めると、やっぱり分かんないこととか、一番大きな要素としては不安の要素の方が大きいんですよね、多分。一人でやっていく、一人で考えて問題解決していくという不安ですよね。多分、その問題解決する情報っていうのはあるんですよ。だけど、一人だと不安っていうところが多分あると思います。だから、どっかの塾入ったりとかコンサル、あの、まあ、久保さんはコンサルというよりか多分塾に、こうね、あの、入ってて、 だと思うんですけども、まあ、ネットビジネスのね塾もそうだと思いますし、まあ、山口さんの時もそうだと思いますしうんだから人間何か新しいことを始める時はノウハウ以外テクニカル的な部分以外にも精神的な不安の方が逆,は逆を言うと大きいってことですね。なぜならばそのノウハウがあったとしてもこれを遂行して本当に結果が出るのかっていうやったことがないからこれが事実だとしてもですよ。 これが稼げるノウハウ、ロジック、事実だとしても、お客さんにとっては事実ではないってことです。なんでお客さんにとっては事実ではないかっていうと、自分が結果を出したものではないからですね。だからここに、ジェネレーションギャップっていう言葉が合ってるかどうかわかんないですよ。ギャップが生じるんですよ。で、そこを埋めてあげるってことですね。コンサルで。マンツーでやることによって。だからまあ、どれだけ進化しても、人間の心は進化しないと思いますね。 まあ人間の心がチップに変わったりとかねなんかそのチップと融合したりとかしたらそれは変わるかもしれないですけどそれがないんだったら多分それは変わんないんですよずっとこの時代が変わったとしても人間に人間の心とチップが融合してこう連動するっていうそこぐらいの次元までいくもしくは体を離れてチップにチップになるみたいになればそれは分かんないけどもこの人間のその魂っていう物 もので言っているんだったら、その魂を震えるんですよね。時には怖くなったりとか、時には頑張ろうと思ってみたりとか、こうずっと揺れてるんですよ。炎がこう、ふわーってなってるんですよ。<そう> <laughs> 安定してないんですよ、その炎は。普通にキャンプファイヤーしてもそうですよね。風が吹いたら炎がふわーってなるし。うん だそこはね、まあ、時代が進化しても人間の心は進化しないなっていう思うので今後もあのそのコンサルっていうのは必要だと思いますねただこれが AI がその人間味を人間味を帯び出して人間よりより人間っぽくなってきたら AI にその心の拠り所を持っていくようになっていくと思いますねこ僕が好きなあのロボットの,あの でそのドラマの中ではあの何ですかねそのうつ病だったり精神疾患というかそういう悩みですよねそれを AI のロボットに聞くというもうそれが描かれてるんですけどでもそのロボットはもうすごいねあの人間に寄り添えるんですよもはや人間より人間みたいな <laughs> そ,うだそこまで行くと人間は必要じゃなくなるかもしれないですよねなぜならば人間より人間っぽいんで ただその中でもじゃあその人間より人間っぽい AI を選ぶのかそれとも人間生を選ぶのか生ビールを飲むのか缶,缶ビールを飲むのか分,分かれますよねうん選択は増えるでも生を選ぶ人もいるし AI を選ぶ人もいるだろうしだから選ばれる人間でまあ相談この人に相談してみたいのは、まあ、結論言うと、まあ、人間の心はまあ変わらないので AI が出てきたとしても、今度 AI と勝負になりますけども、この人に、AI も今後は、この会社が出してる AI だったりとか、この会社が出してる AI だとか、この会社が出してる AI とか、AI によっても特性が多分出てきて、この会社の AI をにお金払ってでもお願いしたいなっていうふうに、これも選択になってくるだろうし。結局選ばれる人にならないと、ビジネスは難しいですね。 うん、だ今はね、あの正直 AI に関してはチャット g t p 出てきましたけども、その、なんですかね、車で言うならば1台しか今ないみたいな感じですよね。だからその、えー、と昔、その車がバーンって出た時に、あのー、なんですかね、あの車が出た時に、一番最初の車って何だっけな。あのー、車産業,産業革命。 なんだっけな車の産業革命のイノベーションを起こしたやつでちょっと名前出てこないなフォードかフォード車だ車フォードだフォードベルトコンベア フォ,ードフォードですね、多分。そうフォー T、T 型フォードですね。T 型フォードっていうのは出てきてね。T 型フォードっていうのが、そのベルトコンベヤーで部品でバーって作れるようになって、大量生産が、車が大量生産できるようになって、民衆でも買える価格になって、みんなが T 型フォードを買い出したんですよね。で、でも車っていうと T 型フォードしかなかったから、みんな T 型フォードに乗ってたんだけども、その後はデザインだったりとか。 は走りだったり、かっこよさだったりとか、もいろんな色だったりとかね。そういうのが、いろんなのが出てきて、今度選ぶようになってきたと。今の AI は T 型フォードみたいな感じですね。そう。まあ、もう絞られてるんで、これ使うしかないと。便利なものをすごい使うしかない。今後はいろんな AI が出てくるだろうし。まあ、人もそうですよね。いろんな人がいますし。うん。な感じっすかね。 では。